今日も気合い入れていくか。うん、行こうぜ。次のニュースです。ルナ・フレーナ様が停戦協定についてのご自身の声明を発表されました。この度は停戦協定の締結が決まり大変嬉しく思っています。そして皆さんご存知の通り、私は婚約のお話をいただきました。今後カンナギの務めをどう果たしていくのか心配する声が多くあると聞いていますが、結婚を境にカンナギの使命が変わることはありません。これまでと同じように私は皆さんの住む地を訪れ祈りを捧げていきます。ルナ・フレーナ様は結婚式のため近くテネブライを出発されるとのことで、式を終えられるまでの間カンナギの公式な訪問は一時的に中止されます。え、協定で？ああ、そこで決まったんだ。平和の象徴ってやつだな。半分政略的な結婚じゃん。だがルナ・フレーナ様も望まれてのことらしい。新郎も文句はねえんだろ。あ、何それ照れ。はあ？海、海見えた。あ、マジだ。ガーデナ渡船場だな。泳ぎたくなるな。後ろなんかすげえ変な、え、山？あれは島だ。山とか島とかはいいから、リゾート地だよ。柔らかいベッドとマッサージ、あと料理だな。あそこは魚がうまいらしい。あー、楽しみだな。ノクト、薬類の買い出しは忘れずにな。あいよ。あ、よし。今日はどんな武器が欲しいんだ？また寄ってくれ。ここは気持ちいいね。ガーディナにようこそ。残念なお知らせです。はあ？船乗りに来たんでしょ。そうだけど。うん、出てないってさ。なんだあんた。待つの嫌なんだよね。帰ろうかって思って。停戦の影響かな。停戦記念にコインでも出たのか。え、
マジで出ねえよ、それお小遣い。は？おい、あんた何なんだ。見ての通りの一般人。ねえわ。船が出てないって本当かな。そんなはずはないと思うが。ま、行って確認してみようぜ。いい匂い。このお魚、僕の大好物に決定。お肉より美味しい。それだとお肉だけどね。船、明日にもちゃんと出るのかしら。ああ、船いないよ。なんで？今日は船が出てないんですって？向こうの港で止められてるんだと、もう一泊するしかないな。オルティシエを出られないんだって。その筋の情報によると、急に帰省されたんだそうで。で、君らノクティス王子ご一行だろ？こんちは。俺、ディーノ。あ、俺新聞記者だから、いろいろ知ってんの。高級車でハンター始めたのも知ってるし、お忍びだろ？記事にされたくないよな。な、ちょっと俺の話聞かない？じゃ、聞いてやる。なあ、ノリいいじゃん。じゃ、静かして。場所の印つけといたんで、原石取ってきて。これ、宝石の原石。代わりに船乗れるよう話しつけてやるよ。ダメなら王子の情報売っちゃう感じで。ご苦労様。あ、完全に王子って知ってたね。ま、しっかり隠してもいなかったろ。新聞記者と言っていたな。乗船できるかはともかく、敵対はしたくない。食べとかない？泊まれる場所はっと。参ったな。荷物を届けられないぞ。明日にはちゃんと出るのかしら。スタンドってどこも同じ感じなんだな。同じっつうか旧世代の形だろあれ。オートでは確かに見なかったしな。あの空気がいいよね。あ、
戦わなくて済むって安心。こいつは気分がいいな。ああ、いい場所だ。ここは気持ちいいな。そうだな。あー疲れた。ようやくここまで来たか。軽く休憩したら出よう。ガーリナまでもうすぐだ。あっちに着いてからマッサージでもしてもらおうぜ。風が気持ちいいね。そうだな。原石があるってのはこの辺りか。多分な。探してみるか。いい塗料になりそうだな。おあれに近づくわけ？
起こすんじゃねえぞ。までかって思ったよ。さすがにあれと戦うのはやべえか。無理だと思った方がいい。鉱石見っけ。ここは気持ちいいな。そうだな。気持ちいいな。昼寝でもしてえな。何をイライラしてる。着いたぞ。
いらっしゃいませ。ありがとうございます。またお待ちしております。ガーディナにようこそ。うまいな。すぐそこで取れた新鮮な魚介なんだって。軽くご飯食べよう。まいったな、荷物を届けられないぞ。今日は船が出てないんですって。向こうの港で止められてるんだと。おお、俺新聞記者兼アクセサリー屋で、これでまたいいの作れちゃうじゃん。感じ悪かったでしょ。これ結構希少品で、ごめん。王子を脅してでも俺は欲しかった。何癖つけたお詫びに情報、君らがもらった金貨、あれカンナギ就任記念硬貨、あの男他にもばらまいててさ、帝国関係者かもね。でこれ宣伝、はい俺の作品、ごひいきにどうぞ。本当に就任記念硬貨なら一般には配られていないはずだ。お小遣いって言ってたけど、宿代にでも使っちまえってな雰囲気だったけどな。参ったな、荷物を届けられないぞ。よく食べたわ。船が出てないんですって。この港で止められてるんだと。もう一泊するしかないな。いらっしゃいませ。ありがとうございます。またお越しくださいませ。そうか、どうしたの。新しいレシピを思いついたぞ。へえ、楽しみだな。ああ、どうした？散歩中か？仲間とはぐれたか？じゃあ腹減ってる。
ってんのか。ああ、分かった。ちょっと待ってろ。なんか探してこねえとな。猫の餌か？近くで釣りでもする？そうだな。やってみるか。ガーディナにようこそ。さあさあ、乗船手続きちゃんとやってるよ。原石がもうほんと嬉しかったからさ。で、問題なく許可取れそうなんで、準備できたら俺んとこ来て。まさか本気で。出発準備できたって？マジ早いな。船が来んの明日だよ。ちょっとホテルに泊まってて。休むか。うん。いいじゃねえか。